ください。よいしょー。じゃあみんな今日も行くぜ、ルミナージュースデみんなチューズデイということで、ね、はい、本日ねスペシャルゲスト1名呼んでおります。よいしょ、どうぞ。誰ですか？スペシャルゲスト誰イエーイナイイエー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 イはい、じゃあ早速ですけれども、はい、自己紹介の方、左側からよろしいですか？いっちゃいましょうか。イエーイ、俺からいいですか？いっちゃいましょう。恥ずかしい、ウーパールーパーヒデちゃんです。よいしょよいしょー。いやよろしいですか？ドゥルドゥルドゥル、あ、今ないのか。夜空を灯す魅惑の月ふし水木です。なかっちゃんちょいちょいじゃあ、ザあ、はるかるだよ。かわいい、メガネがかわいい、メガネがかわいい。おかいかい、もうあかん、かいです。どうもりょっちゃんでーす。よいしょ。イエイイエイ。かいさんの名前入ってます。陸海空、いや違います、陸海空、うん、間違えないで、よろしく、どうも。かわいい。ということでね、本日は、こちらの6名でお送りさせていただきたいなと思ってます。じゃあ早速ですが、乾杯の方でよろしいですか？はい、グラスを持ちまして、はい、さあ皆さん乾杯。乾杯。いや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 、グイグイ。もう今日はあれっすね、はい、あの寮いるから空くんの顔がまあちっちゃく見えるって。あ、やそれはやれやれやれ、それはいつありがたい。で、ね、ちょっと顔のサイズ、みたい正解だよ、フジモンだよ、ね、まあ、顔がうんぬんとかありますけどね、早速ですけれども、顔がちっちゃいんだよ。ゴリラゴリラ、トークテーマの方行ってよろしいですか？あ、トークテーマね、何ですか、トークテーマ。はい、まずね、本日の一つ目トークテーマに参らせていただきたいと思います。行っちゃいましょうか。過去家の中で起こった大事件。お、家の中ですよ、家の中、はい、家の中で、じゃあやりますね。はい、過去家の中で起きた大事件っていうのをね、挙手制で、はい、カミングアウトしていこうかなと思います。はい、挙手制で、ある方いらっしゃいますか？あー、はい、どうぞ。あ、じゃあ、りょうちゃん。はい、いいですか？さすがですけど、はい、どうぞどうぞ。ですね、まあ、久々に実家の方帰りましたら、まあ、あの、表札、まあ、僕、あの、村上って言うんですけど、まあ、村上の横にね、知らん人のね、名字がね、表札ありましたっていうね。はい、もう、家の、家に、しょうもない。危ない。なるほどね。はい、じゃあ続きまして。はい、はい、はい。はい、どうぞ。いいですか？はい、はい、どうぞ。10代の頃ですね。はい、はい、はい。あの、実家で、寒い日に、寝て、少しこう目を覚ましたら、自分がこう被ってた羽毛布団が燃えてたってことがありました。すごい怖い。なんでその後ね、冬だったんで電気ストーブから引火してたんですけど、何を思ったか、よく笑って話せますね。本当に死ぬ、当時は死ぬかなと思ったの。そうか、そうか。でもなんか何を思ったか、こうバッて起きて、目の前が真っ白で、もう部屋中ね、あの煙で全く見えなかったんだけど、何を思ったか、リビングに行って目覚ましテレビ見てました。お日よけしてなかなかよくて、お日よけしてなかなかよくて、パニックになるとね、チョコレート星座の占いはないですし、それわかんない、星座の占いみたいですよね。パニックになっちゃったから、みんなね、冬場気をつけてね。続きまして、ある方。はいはいはい。あ、ある。あ、じゃあ、カイ君。あ、僕いいですか？はい。僕あの昔、足立区住んでたんですよ。もう何十、8年前ぐらいですかね。足立区住んでて、僕家鍵閉めないんですけど、あんまり。で、バッて入ったら、あのベッドで、あのワグルムやったんで、バッて見えるんですよ。ベッド行ったら、おっさん座ってて、
で、バーって行くじゃないですか。行ったらとりあえずまあ座れよって言われて、まあ座ったんですよ。僕最初に座ったら、まあ素直か、でもそうなんですよ、もうしゃべるんです。まあでも人生いろいろあるし大変だと思うけど頑張れよって言われて、で、出て行ったんですよ。足立区のおっさんね。まあ座れよって言われた。あいつ誰ですかね。もしもしもしね、もし見てたらね、もし見てたらコメントの方ね、僕だよってします。すごい、それぐらいですかね。それぐらいです、それぐらいです。なるほどね、僕それぐらいです。それぐらいがすごいんだよ。結構でかい。さあ続きまして、あ、ちょっと僕言ってもいいですか。あるか、あ、いいよ。ちょっといいですか。ちょっと一言だけあるんですけど、俺ちょっとめっちゃ貧乏で家がめっちゃボロボロだったんですけど、で自分の兄弟が4人兄弟で、で俺3番目なんですけど、で2階で兄弟全員でバーって盛り上がって、なんかジャンプしたんですよね、全員でウェーみたいな感じで、ちょっと親、下の下にいる親揺らそうぜってみたいな感じになって、バーって揺らしてたら、2階の床が抜けたんじゃん。すごいな。あの何それ、そんなことある。マジっすよ。いや笑ったよ、マジっすよ。あの、はるかさんにしろ、そらくにしろ、家が大変。家が大変だよ、本当に。石やったらもう火事やし抜けるわよね、事件っていう。まあまあ大変だよ。マジで。あと一個ですか、あの、おっさんクロちゃんだっていうのやめてもらっていいですか。クロさんは、でも来てないです、家には。クロちゃんです。まあまあまあ、いや、俺やるこれ。俺やる。まあ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 、ですね。本当に。さあ、続きまして。いきますか。ある方。いきますか。水木どうぞ。ああ、よろしいですか、はい、じゃあ、あの、おっさんつながりではあるんですけど、ホストを、ね、今のお仕事をね、始める前、うん、1年間ぐらい、知らないおっさんと、同居したことがあります。これ、あんまり、それはちょっと、あんまり、それは。なんでなの。何ですか。ああ、これ言っちゃっていいんですか。やめましょう、やめましょう。ちょっと闇深いかもしれないから、これカットさせてもらっていいですか。しかも一個ですか。これ深いな。その話ちょっと有名だよねって言いました。有名だよ。知ってるの。じゃあね、昔からね、水木を知ってる人は知ってる話なんですよ。昔からの人はね、前もなんかその話してたよねって言ってました。いやもうね、覚えててくれるのがね、嬉しい。さあ続きまして、ある方。はい、まだまだで、まだある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 。大変な話はあれなんで、ちょっと一人いますけど、僕、あの、小生、あの、ウルミナシの小生リーダー、僕、あの、同級生なんですよ。ええ、昔から仲良くて、昔から仲良くて、あいつの家によく入り浸ったんですよ、昔。家でよく飲んだりしたんですけど、おい、飲んでた。そう、恐縮です。で、その小生が帰ってこなくて、全然どこやろう、迎え行ってやつって、パッて出てったら、ほんと徒歩3分以内のところで、ここどこ、ここどこって泣いてる小生いたんで、優しく連れてきました。優しい。いや、それね、ベロベロってこと。ベロベロで、酔っ払ったらどっか分かんなくて。なるほど。なんか、りょうちゃんもそうだけど、それ家の外なんですよ。まあでも家で起きたもんなんで、家なくなったんで。でも、それぐらいですかね。なるほど。まあまああるね。でかい、すごいな。それぐらい。さあ、他にある方。はい。あ、じゃあ、ひでぴょん。あ、いいですか。はい。家の中であった事件ですよね。うん。僕は、まさか、まさかなんだけどね。まさか、僕ね、22なんですけどね、10代の時にね、ストーカーに会ってましてね。おぉ、一回ストーカー経験があって。誰、名前は。ね、まあ名前は言えないんですけどね、もしかしたら見てみよう。名字だけでも、名字。山田さんっていうね、女性からストーカーを受けて。言っちゃった。山田さんっていうね、ここで山田さんからストーカーを受けてまして、ある日ね、家に帰ったんですよね。久々実家に帰った時に、ただいまって言ったら、女の子の靴が並んであってね、あ、誰か来てるんだと思ってね、そしたら母親が、お兄ちゃんの彼女来てるわよって言うから、どんな子なんだろうって見たらね、似合ってね、その山田さんがそこにいたって。いやー、おー、声みたいなね。すごい。声が気持ち悪いんじゃん。声は気持ち悪くないけどね。そうね、すごいね、可愛い。すごいね。そういうことがありましたね、家の中で。山田さん何、遠回しにストーキングしようとしたってこと。いや、多分、僕って絡まる声だったんで、兄と付き合うっていうね、この、まあ、インクショー。あ、それでひでちゃんのちょっと寄り添おうかなみたいな。それは結構大丈夫。でも兄は知らないんで、なんかその複雑な気持ちで。うわぁ、怖いね。ありましたね。これ本校だわ。コメントやる。テレビに投稿レベル。あ、本当これ真面目なんですけどね。だから本校は、本校は一言でありそうみたいな。そう、ある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 。そういうわけじゃない。そういうわけ。そう、お化け、お化け。
おばけではないよね。カレー食べてたからね、山田さんね。家帰ったらカレー食べてる。お母さんいると思ってね。ストーカーの女性がカレー食べてるって、まあ、これ俺初めてだよね、お母さんに相談をするって。あれやめんだけど、あいつやめんだけど。あいつだけは言えるんじゃねえ。それは事件だね。他に事件やもん、顔が。今事件起きましたもん。こいつこぼすっていうね、ぐいぐい。他になんか怖い、まあ怖いことじゃないけど、大事件があった方。あ、事件いる？あ、大事件の中で。おっ、あ、大事件、いいっすか、ちょっと。お、何？ソラポンどうぞ。いいですか？本当に事件、ちょっと家で、まあ女の子2、3人と隠れんぼしてて。女の子2、3人？そうだね、いいなぁ。何？何？どこに隠れたの？小学生、小学生。じゃあ、早めに抜けた。女の子限定なの、それは。女の子を3人に俺1人みたいな。ソラが何、女の子を隠したの？ちょっと小学生って言わないでもみんな来るから。俺が鬼、俺が鬼、俺が鬼。そこじゃなくて小学校もうちゃんと言わないと。小学校、小学生、小学生、小学生を隠した。どういう状況って来てる。小学生を隠した。小学生、ちょっと待って、事件性の可能性があるから。事件、事件じゃない。一応隠れんぼだから2年間、2年間。あいつじゃない、あいつじゃない。小学5年生の時にバーってかくれんぼして、家でかくれんぼしますって言って、まあ家抜ける前なんですけどね、2階がバーって抜ける前なんですけど、でバーってかくれんぼして、2人が見つかったんですよ。で2人見つかって、で1人だけ見つかんねえなってなって、どこに行った、どこに行ったって思ったら、自分の家の屋根裏に隠れてて。それ見つかったの夕方っすからね。そいつもよく帰るの、屋根裏で。寒かったのに帰るのに。4時間隠れてたのに。ずっとマジっすよ。お前マジ最強ですよ。ちなみに名前なんて、ちなみに名前なんて言うの。いっちゃえ。夏木です。なんでオッケーなっちゃって。やばいな。今ちなみに今実家の屋根裏にはいないよね。あっ、骨化してねえわ。もう隠してない、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 潮みたいになるからやめて。事件じゃない、怖いわ。そこは山田だろって。そこは山田だったね、確かにね。みんなあるね、大体あるんすね。これ怖い話、7万あるよ。これは怖い話、今回の企画は怖い話じゃないですよね。あ、怖いね。もっと怖い話もあるんすけどね。やってます。あるの？ありますよ。いいですか？いいよ。本当に怖い話していいですか？まあ大阪住んでた時なんですけど、まあ結構曰く付きなマンションで。え、怖い。怖いな。帰ったら1メ、あのパッて窓開けたら1メートルぐらいしか幅ないところに、おっさんがハマってたらしいです。はい。ガチ怖い。まず俺らからしたら、こんな話をするお前めちゃめちゃ怖い。そんな名前なんだったの？分からへん、分からへん。山田だ、山田、全員山田だろ。そうですね、今回のトークでは怖い話ではない。そうできて大事件でしたね。じゃあ進めましょうか。続きまして、ちょっとね、時間があるんで、いいですか。女の子にですね、よいしょ、これだけはしてもらいたくないこと。あー、これはちょっと男性のリスナーさん分かりにくいかも分からないんですけど、女性にやってほしくないことっていうのがきっとあると思うんで、じゃあ究極順番に1個ずつ言っていく感じでよろしいですか。いきましょう。はい、じゃあ一番右から、右のソラポンから。いきましょう。いいですか、ちょっと女性に絶対これだけはしてこないんですよ。絶対リスナーさん聞いててね、食事を食べるときにくちゃくちゃ食うやつ、マジで嫌い。やだね。マジで嫌い。確かに、確かに、確かに。でもあんなの気遣ううちにやってしまうとき、お前くちゃくちゃしとるやつ。お前くちゃくちゃしとるやつ。それね、ソラに言われて直すようにしたんだよね。俺も意識してなかったけど、まあまあみんなわかるって言ってた。そうなんだよね。これ女性リスナーさんも多分嫌だと思う。いや、意外にやってるぞ。りょうちゃんは、りょうちゃん。これだけはしてほしくないのは、ご飯にお味噌汁かけて食べる。お前わかる。俺ね、俺だけ。俺だけ。一緒、俺も嫌やん。あれは嫌だ。あれは嫌だ。嫌なの。わかる。嫌だ、嫌、嫌っすね。やったらお茶漬け食べて。待って待って。ちゃんとお茶漬け食べて。一番お茶漬けすぎる。これはなんで嫌かって言ったら、おとんがそれするから絶対嫌なの。あー。絶対喋る。おとんの名前なんて。おとん、おつかさん。正解。やばだこれ。おとん
が山田やって、俺も山田だって山田をくれ、山田をくれよ、山田をくれ。お前尺取りすぎやどうぞ。僕っすか、あの語尾にあのヤンスってつける女の子いねーなかなかいねー可愛いけどなかなかいねー次どこで行くやりますか彼女なら許せるねお前はかめっちゃアニメみたい小物感が強すぎるたまにいますよねたまにいますよねたまにいますよねあれがあるわねあの語尾にあの、なんとかできすってめっちゃだお前ら一緒だそういう女性あんまり好きじゃないかもなんとかできすゴビに癖がついてじゃあ今ルミネスティついたできすいやーちょっと仲良くなれないちょっと仲良くなれない絶対使わないでね使わないでねじゃあ、そうはい、そうなんですよゆずきさんはあー、先ありますか俺ですか俺はもうこう、究極なのがいいからですねあの、足の爪を噛むいや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 足で爪を切りついたらこうやって噛んでってだからそれが嫌それ自分自分の足ですか自分の足の爪を自分で噛むじゃんねえだろ体やから手なら分かるよ手なら足はいねえだろ手やったら100分譲って分かるけど足行きまんなみたいなあー確かに確かにそれに対してのコメントで秀吉好きってきてるからなんでやめるよちょっと見てるよこれ噛むなよ来るよ初回戦噛むなよ初回戦に来てくれるから最後ね水木さんの最後はあのこれ小学校の時の話なんですけどあの国家斉唱の時に、あの、耳くそもめっちゃ美味しそうに食べるっていう。いや、こう、これはやめてほしい。やめてほしい。いや、女の子にこれだけはやってほしくないことではないのかな。男性でも嫌ですね。国家斉唱でハモる人も嫌ですよ。いや、ここで一回 CM 挟みます。CM!本日もね、はい、ルミナチュースで毎回恒例となりました。はい、企画テーマと何ですか？させていただきます。はい、本日の企画テーマ、モノマネ選手権。イエイイエイ！よっしゃー！はい、ね、毎回企画テーマをやらせていただいてるんですけども、今回も、はい、飛び切り飛ばしテーマをね。ゲームですか？これは。マジ飛ばしゲーム。用意していただきました。はい。これ、やばくないですか、これ。あ、見えますかね。やばいでしょ。はい、今回、あの、うわぁ。見てください。はい、からしの上に唐辛子を振るっていう激辛フランクフルトっていうものを用意させていただきました。絶対死ぬやつやん。からしプラス、このね、あの、七味です。はい、よし。これきつい、これはきつい。俺ドアップはきついね。はい、今回俺ドアップはあかんね。今回後半戦で、あの、後半戦というか、一人一個モノマネをやらせていただくんですけれども、やりますよ。はい、リスナーさんに、アンケート、参加していただきたいなと。うん。はい。で、そのも、アンケートの結果、モノマネが一番似てないなって思った人に投票していただきたいなと思います。はい。はい。なんで、あの、みんなね、あの、本日テロップ用意してますので、何のモノマネをやるのか、テロップを見ながら、はい、一番似てない人にね、投票の方お願いいたします。お願いいたします。はい。モノマネが終わった時点で投票締め切りとさせていただくんで、よいしょ。はい。6名の中で一番こいつ似てないなっていうやつに。もうだぞ。よろしいですか。それではね、あの一番ね、あの右側のソラポンから行かせていただきたいな。よいしょ。俺から出していいですか。はい。ででん。孫悟空。よいしょ。ドラゴンボールのね。アニメ。孫悟空。アニメか。うん。俺からものまねしてもいいんですか。もうしちゃっていいよ。いいですか。ちょっとマイク近めで。3日いる。
え、3人いってほしいっす。3、2、1、はい、はーいよ。パシッカ。うまい、うまい、よいしょ。これまでだったんだ。いいね、これまでだったのさ、完璧だね。そうだよ、そうですね、すいません。今回は、あの、モノマネというか、あの、声マネプラスモノマネもありっていう形でやらせていただきますんで。いきましょう。じゃあ、私。いやいや。でサザエさんより、原沢さんで。よいしょ。よいしょ。じゃあ、さあ、ねえねえ、チェチェ、はいよ。伊藤くん、量やないけ、量やないけ、そのまんまや、まんま、まんま、そのまんま、でも似てる、似てる、じゃあ僕です、はい、ではこれ取って、藤森やね、101回目のプロポーズ、あの浅野温子、お、みんな知らないじゃないですか、ただ後で調べるんで、お、行きます、みんなググってね、ちょ、やっと、さあ、二二一、はいよ。これひどいなぁ。こんなもんすよ、こんなもんすよ、こんなもんすよ。まあ似てるのかね、後で見てほしいぐらい、ほんと一回、後で見てください。行きましょう。結構似てるんで、結構似てるんで、で、ハルカール、ハルカール3日いらないんで、大丈夫ですか。あ、タイトルの方見てくださいね。はい、行きましょう。寝返ったカバオくん。はいはい、カバオくん、あ、アンパンマン、すぐ寝返るからな、アンパンマン、すぐ寝返るから。よろしいですか。行きましょう。いいですか。あ、大丈夫です。3322大丈夫です。いいですか。バイキンマン様。ふふふふ、僕は好きっすよ、僕は好きっすよ。いやー、浜岡はあんま言わな、そのセリフ。いや、もうね、もう絶対言わないよね。はい、はい、次、もうどんどん決めてます。はい、行きましょう。はい、え、飲みたがりのあ、ミッキー。おっ、よいしょ、よいしょ。はぁ、飲みたい。あ、大丈夫。はい、あ、自分でいいわ。あの、3、3、2、2、1、1、おい、てめえら、おい、おい、てめえら、テキーラが足りてねえな、おい、バカ野郎、グイグイ。これひどいなぁ。よっしゃー、これひどいなぁ。いや、これはね、今回はね、あの、僅差の予感がする。僅差ですね、これは多分。じゃあ、最後ひでてよろしくお願いします。じゃあね、みんなね、お待ちかねのね、やっぱイケメンのモノマネしますから、僕がね。あれ、これどこですか。市原隼人ね、市原隼人ね、ルーキーズを真似してね、ちょっとヤンキーから野球やるぞ、野球、野球するからね、今。いきましょうか、いきましょうか。何言っちゃうのかなっていうことでね、市原隼人ます、市原隼人ます。さあさあ、にーにーあるよ。はっ、はっ、やっぱり俺はこうやって一個ずつ登ってって、はっ、野球しようぜ。あのね、毎回大好き、すごい個人的には好きね。さあさあさあ、間もなくお時間ということなんで、ここの辺でね、あの、アンケートの締め切りさせていただきたいと思います。はい、アンケート集計の方はいかがですか。名前で今集計してます。あ、ほんとですか。ただ1個いいですか。そらくんとマジ秀吉くんは OK やと思う。いや、逃れてる、マジで。いや、なんか男の子には分かるじゃん、悟空って。分かります。女性リスナーさんは、おいお前ら、俺に投票したらぶち殺すぞ、おめえろ。そんなミッキーやだ、おめえろ。マジマもできますよ。でも1個ですか、はるかさん、なぜかなんかそのなんかコアな層がシュールでいいっていうあるんですか。ずるくないですか。なんか嬉しいですね。カバオくん強いっすわ。嬉しいよね。一番誰か分かんないって。いや、だから感知、調べて、感知セックスしようは、リスナー様に食ってもらうぞ。水木さん、今ので多分決まりましたよ。決まりましたよ。似てなかったアンケートですね、今回は。似てなかった人に、似てなかった人に投票してください。まだですよね、寮ゴリラやってって。あ、ゴリラ当たります。あ、出ちゃった。お前、ゴリラやんなくてよかったね。めっちゃあるかあるやん。待って、待って、イエーイ、神様セルマセント、ありがとう、大好きだぞハリー。これやばいって、これやばいよ。それマジかないっすよ。これ奇妙食べですか。いや、やばい、もう汗かいてきた。じゃあ俺とソラ君ゼロポン。やばい、やばい、誰と食べるの。やばい、いただきます。え、こっちかな、え、こっちのカメラですか。いただきます。さあさあ、ねえねえ、チチ、はい、モグ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 、はい、モグ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 、はい、モグ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 、はい、モグ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 、
だって。ハルカさん、目が大きかった。あ、ハルカさん、ポケモンで言ったらズバッとじゃん。どういうことね。いい感じじゃない。ほら、あの、すごく辛いね。いやもうね、明日仕事休みますね。もう一人じゃないですか。あ、いいよいしょ、MC。ちょっとね、あの、もう一ゲーム参りたいところなんですけれども、はい、あの、とてつもなく、はい、すいません、あの、とてつもなく辛い中、あの、ただいまね、ルミナシティ4大キャンペーンというものを行っております。みんな、はい、男性の皆さん、ぜひ聞いてください。はい、よいしょ、はい、よいしょ。ただいまね、頑張って、はい、総計60万円プレイヤーというものを、はい、絶賛募集中です。はい、よいしょ。はい、4大特典ございますので聞いてください。よいしょ。はい、1つ目。損失、総計60万円で翌月完全自由出勤となっております。そんなことあるの？俺たち100。はい。そして移籍の方にはね、心配なことがあると思うんですけれども、初回への着席率、どんな好きなタイミングでも 120%。はい、じゃあ、120。2回目あるかもよ。はい。そしてなんとなんと、はい、雑誌へのメディア掲載率、こちらも 120% になっております。これで君の人気者だ。2回目あるかもよ。最後ですね。はい、入店から3ヶ月間、賞金 120% バックとさせていただきます。お金がいっぱいもらえる。ルミナシティね、ただいま賞金60万円プレイヤーっていうものをね、絶賛大募集中でございます。はい、なのでね、気になった方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひこちらの電話番号の方に。頑張って。はい、辛いです。はい、辛いですよね。こちらの電話番号の方で。どれあ、この辺、あ、こっちどれはい、あ、これだ、これね、これ。そうです。はい。はい。ただいまね、そういうか。はい、大丈夫です。そこははるかあれなんでね、電話しないでくださいね。はい。何がですか？こういう感じでね、ルミナシティ、まだまだね、新しい仲間っていうものを募集いたしておりますので、はい、どんどんね、連絡くれれば、大歓迎です。はい、そしてはい、グループダンディはね、嘘偽りございませんので、その辺は安心してください。やばい、もう時間がない。まもなくね、お時間ということなので、はい、時間ないですか。最後ね、モノマネ山手線ゲームで締めくくらせていただきたいと思います。はい、じゃあ、お題はね、動物でよろしいですか。はい、じゃあ、左のソラボンから。はい、はい。にゃー、猫でーす。はい、はい。いや、違う。モノマネで山手線ゲームですよ、ちゃんと。うん。え、ゴリラ。はい、こちらからやらせていただきます。決勝戦。はい。てめえら、最後まで、グイグイ。違う、こんな感じだったんですけれども、はい、こういうね、放送事故もあいつで。はい。また来週見てね。ありがとうございます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。